アンダーバーがあった。なあ、もう、もういいや。ちょっと一旦やめ。携帯で打った方が早いな。こんばんは。当たり、生誕祭当たりましたか？よかったです。ありがとうございます。年一の行事ですのでね、行事というか。特別な公演ですので、あとは吉田沙羅推しの人たちが前の方になってくれると嬉しいですね。だって吉田さんインスタアンダーバーがアンダーになってる。iPad の方文字打ちにくい。携帯でやった方が早いです。こんばんは。すけさん、赤色サンタさん、くま、中野さん、浅香サンタさん、ひろふみさん、神谷さん、ライディーンさん、ピロシさん、キュウリアさん、ナーラブさん、バオバブさん、モトヨコさん、ナーラブさん、ペンギン、ラブレター、たけさん、ガルサンタさん、めっちゃ可愛いギフト。クイキさん、マサヒロさん、ヤスさん、ありがとうございます。マシュマロ、マシュマロ、こんばんは。めっちゃキノコさん、クマー、ひーちゃん、しまんちさん、あばったんさん、おいでます元気さん、ありがとうございます。インスタグラム、インスタグラム、インスタグラムリール投稿したのでね、よろしくお願いします。生誕祭いけそうですって。あら、汚れてる。なんかすごいじゃん。何これ、なんかすごいじゃん。え、何これ、急になんか現れた。
そう、久しぶりにリール載せた。ちょっとリールいっぱい載せたいなと思っていますこれタワー？でも表示されてないよ。なんでや？表示はされていないよ。携帯の方やったらされてるんか。あ、本当だ。なんでやろう。携帯の方には表示されてないのに。あるあるなんかな。あるあるではない。でもたまにあるよね、そういうの。本当だ。ダブルタワー分じゃん、これ。セーターさんやってました。ダラブさん。何これ。熊タワー。ありがとう。こんなもらっちゃってありがとうございます。嬉しいです。ね、やっぱタブレットってこうやって表示されてないことあるんよね、きっと。きっとイリュージョン。乾燥する。加湿器してるんやけどね。加湿器しても乾燥しますね。でも寒いからね、今日は。なんかもうエアコンをつける時期じゃないかなって思うけど、3月なんか寒いんよね。つけてなかったらスースーする。謎に。そう、できるだけ私は乾燥を防ぎたいからつけたくないんですけど、でもまあ寒いからつけるしかない。チームチマッスルキングダムさん、並ぶさん、ペンギンもありがとうございます。ゆうちゃん、ターさん、ありがとうございます。ね、今日寒いよね。あんまつけたくないの。なんか目も乾燥するし、もう全部乾燥する。目も肌もそれだけやったそれだけでした。
じゃ足りないよ。まあ、ラブさんありがとう。ラメラメ口、ちょっと口くまたありがとう。ちょっと加湿器が視界に入ってくる、風向きによって霧が入ってきている。ピン全部ギラギラで描きました。ありがとう。ありがとうございます。たくさん字うまい。嘘、これ字うまい、うまく見える。やったね。めっちゃ可愛い、ありがとう。インスタのリール可愛すぎて倒れたって。本当か。どうなのか。ありがとうございます。今日はね、久々にスイッチを使ったというか、スイッチやったよ。と、久しぶりにマリオカートやったら弱くて腹立った自分に。久々にやったらなんか弱くなっとって、はまあってなって。手元にあったのねってあるでしょ。ありますよ全然。マリカ、マリオはなんかどっかのとこで、なんか進んだのに進んでないみたいな感じになって嫌になった。最近はぷよぷよテトリスやりたい。なんかテトリスは割と前から面白いって思いよってやったことあって、ぷよぷよテトリスやりたい。でもなんかもともとさあ入っとるやつがあって、あの中にね、それやろうと思ったけど、それやるにはなんか登録ワンダなんやっけ、なんか登録せんといけんっぽくて、だからやめました。テトリス、あ、そう、それ任天堂オンラインみたいなやつに登録せんといけんくて、ちょっとそれはなと思ってやめた。
ちゃいました。テトリス面白くない？ピューピューはあんま分からんけど、なんかテトリスあのはめていくやつよね、やりたい。携帯にないかな。ミミさん、オトさん、アルプスの牧場さん、ゆうちゃんペンギン、ありがとうございます。テトリプス、ん？テトリスを3分間すると食欲を抑えられる、なんでそれ。あるじゃん、こういうのでいいかも。携帯でできるやつでもいいかも。ぷよぷよのくばものバージョン、スイカゲームのことですか。めちゃめちゃ乾燥する。止まった？かえ？え？なんか止まるね。Wi-Fi？Wi-Fi が弱いか。戻ったかな。戻った。なんか Wi-Fi 弱いんかな。たまに止まる。あさっちさん、ならぶさん、花束ありがとうございます。テトリス、なんか携帯のアプリがありそう。携帯のアプリでやってみようかな。まあ別に何や、スイッチじゃなくてもいいけんさ。なんか怪しい、このもしかして怪しくないか。いけるんじゃないか。テトリス。何これ。テトリスってなんか、男子のゲームのイメージが強い。テトリスアプリ、アプリでやってみよう。なんかさ、思ったとこと違うとこに行ったら腹立つな。違うわってなる。
これ頭使うけんさ、いいゲームよね。結構頭使うじゃん。課金、私ねゲームに課金はしないんですよ。だから課金はしません。なんかちっちゃい頃からね、なんだっけ、 DS DS とかでなんかクイズ系のやつと、なんか頭脳系のやつはねやってましたよ。そういうの割と好きかも。そう、 DS はでもちっちゃい頃も家に DS とか Wii とかそういうのもあったけんやりよったけどって感じです。そんなゲームっ子ではないけど普通にやってきたって感じ。そのカードゲームとかそういうのはやってなかったけど、普通にあるあるのみんなが通る道は通ってきましたよ。今ねちょっとやってみとる。結構脳みそを使っていいかもしれない。でもこういうのってさ、ハマるとさちょっと時間を費やしてしまうけん、それは嫌なよね。本当に暇な時にやるぐらいがいいな。費やしてしまうのはよくないね。なんじゃこれ。勝利レベル2、どんどんレベルが上がって。ロープレ、何ロープレって、知らん。なんか Wii スポーツ、それこそマリオカート、マリオブラザーズ、 Wii スポーツ、あと何があるかな。あとはまあ女子がやるようなやつ、なんかファッションなんちゃらみたいなとか、 あと友達コレクションとかさ。そうドラ、あそういう系はねやったことないですね。やけん七並べ強いんかもしれん。ある程度のゲームの才能はあるかもしれん。でもこれとかどうしたらこううまく、テトリスとかはさどうやったらうまくハマるかとかやけんさ、整理整頓得意な人は得意そうじゃない。なんかこれとこれをこうすればハマるなみたいな、うまくハマるなみたいな。そうね、七並べは簡単ですね。簡単だし私は割と得意な方かもしれん、七並べ。え、ずれたんですけど、なんか後のことを考えてさやらんといけんゲームやけんさ、なんかテトリスとかうまくハマった時にとても良い。いいねーってなる。整理整頓の気持ち。
え、なんか簡単すぎて面白くない。まだレベルが低いけんさ。将棋とか、なんか一回 NMB さんの麻雀のアプリとか入れてみたけど、ちょっと難しかったですね。難しかった。ルールが分からんけんさ、まあルールを学べばいけるんかもしれんけど。ちょっとまだ大人ですね。50代独身さん、東野さん、ヤジウマさん、ペンギン、ありがとうございます。とかめっちゃ目が乾燥する。だってこれとかほら、もう綺麗にはまった。あ、消えた。脳みそをね、やっぱ使っていかないとね、衰えちゃうから。麻雀とか将棋はって今言った通りです。本当今言った通りです。でもこれこうハマってほしいのにって形がある時にさ、そうじゃない感じで流れてこられたらちょっと嫌だね。ハマりたいのはその方じゃないんよみたいな。暗記よりテトリスのが得意って、どういうこと？ちょっと比べる対象じゃない。そう、あんまその2つを比べたことがないけん、ちょっと分からん。オセロ強そう。どうやろ、そんななんかオセロ強い自信は自分ではないけど、元横さん、すけさん、うま、ありがとうございます。自分ではないかな、まあ、そんな最近やってないっていうのもあるけど。画面を見せれないのが悔しい。せっかく上手にやれているのに。オセロといえば滝野さん。あ、そうなん、知らんかった。うわー、この形邪魔だな。これ簡単。悔しい。なんか今日電波悪いんか分からんけど、ちょくちょく切れる。電波ある。オセロのルール知ってるって。知ってますよ、それぐらい当たり前じゃないですか。オセロね、ちっちゃい子家にあってやったりしちゃったよ。
七並べもちっちゃい頃トランプでやりよったし、余裕で七並べもババ抜きもトランプもできますよ。うわ、ミスった。これさ、一個ずれ始めるとさ、めっちゃ下手くそになり始めるんよね。ならぶさん、くま、ありがとうございます。そう、なんかね、電波悪いっぽくて止まるけん Wi-Fi 切ってみた。うわー、ミスったなんかここに流そうとしてなかったのにみたいなやつがいっぱい出てきてミスり始めたぞ。一つがミスり始めるとどんどんミスっちゃうからね。なんかめっちゃいい感じにハマるとこあったのにさ、なんかずれたんですけど悔しい。なんか七並べでもさ、七並べでもトランプ出し間違える時ってあるやん。おいおいおい、その感覚です。この形嫌いだな。やばいぞ、こういう、これはハマってしまったら最悪だな。時間を費やしてしまうことになるな。ふう、ズーキーパーも楽しいよ。何？ズーキーパー？聞いたことないな。りょうへいさん、ありがとうございます。ぷよぷよテトリス、やっぱ公式な、公式かわからんけどぷよぷよテトリスやりたい。なんかめっちゃ広告見させられるやつやだな。何ズーキーパーって知らないですね。いつまで続くんや。レベルコンプリート。マッスルキングダムさん、ありがとうございます。なんかツアーもね、発表されて、出演が発表されておりますので、兵庫、愛媛、あれどこだっけ、どこだっけ、確認してますか皆さん。神戸、香川、愛媛出演しますので、スペサポが始まったんかな。まだ何をやるのかとか全く、まあメンバーもまだ知らないのであれなんですけど、
ぜひ。会いに来れる県に会いに来てください。そんな皆勤賞来いなんてことは言わないので来れるところに会いに来てくださいって感じです。ね、四国もあるのにね、あるのでね、私は花台の初日がコロナで出れなかったので、本当に四国に行くのも久々になりそうです。ライブで行くのはね。ミスった。なんかこのアプリ面白くないかも、消そうさあ、ずっとあのね、使わないアプリは秒で消す派なんでね。プリス、ぷよぷよ、もう消しちゃった。使わないアプリはですのが一番です。もう消した。さようなら。容量食っちゃうだけなんでね、使わないなと思ったわけです。七並べはもちろん消してません。なんか取っといたやつ取っとこうと思って、なんか入れてもやろっかなと思って、アプリダウンロードしてやってみても、ゲームとか大体まあ無料やしさ、課金してないけんさ、まあ、こんなもんかってなってやめたってなること多いですね。ミニマリスト、リセットはしたくないよ。ゲームリセットはしたくないけど、普通にまあ不要なものは不要って感じですね。携帯に関してはさ、容量食っちゃうから。使わないものをずっと持っていても意味ないからね。本当に使うやつしか入れてないかも、基本的に。
ロイヤルマッチ。え、さ、ゲームは七並べしか入れてないよ。今テトリスも秒で消したし七並べしか入れてません。まあ七並べ、まあなんかあのゲームをする、暇な時にゲームをするみたいな習慣がまずそもそもないけん、七並べオンリーです。なんか定期的に開いて使うアプリしか入れてない。漫画とかね、読まないからダウンロードもしてない。読まないですね。待ち受けすっきりしてますよ、私は。紅茶ってない派です。アプリの断捨離始めますってぜひいいと思います。何のアプリだってなるからね。基本的になんかよく買う洋服屋さんとかやったらまあダウンロードするけど、そうじゃないのに関してはもうアプリダウンロードで何パーセントオフになりますみたいな言われるやつあるやん、洋服屋さんとかで。そういうのも大丈夫ですって基本的に言います。大丈夫です。そう、そんなにもうやそんな頻繁に行くところならね、全然行くけど、TVer とかなんかそういう TVer とかは携帯には入れてない。この配信しとるタブレットに入れとるけど、そう、携帯でドラマ見ることは基本的にないけん、そう、入れてないです。ビタミンさん、マシュマロありがとうございます。ドラマとかそういう系はテレビで見るか iPad でタブレットで見るかですね。携帯で見ることはないかな。逆に TikTok は携帯で見るけどね。遠征にもタブレット持って行ってますよ。ショールームするからね。危ない。
スイッチしたから、スイッチ買ったのにあんまりやってないスイッチあんまりやってないスイッチです。まあ、でもこうやってたまにねやりたいなと思った時に家にあればいいんですよ。醍醐味ですから。ナラムさん、ペンギン、おいでます元気さん、ありがとうございます。新しいソフト欲しいとか、ない。あ、それこそテトリスそれこそぷよテトぐらいです。お、はい、I'm a international fan ST48。 ちょっとあんま分からん。 Hello 昼の続き。 Hello My name is Sara、フォローミー、フォローミー、フォローミー。ちょっと読むの大変、名前変えないでよ。23時54分さん、タコありがとうございます。やばい、めっちゃ早い乾燥する。なんでめっちゃ早い乾燥するやけど、そんな乾燥してる。なんかさ、目が乾燥してさ、眠い感じになってきた。別に眠くはないんやけど、めっちゃ乾燥してる。どうしたら、眠たい時の感覚。フォローミー、メールメール。メールも送らないとね。水が足りないから行けました。フォローミースマイルさん、ありがとうございます。言ったっけ、言ったか。ここ数日は睡眠足りてます。ここ数日といっても、まあ昨日今日、日曜の夜、月曜の夜だけか、うん、一昨日と昨日ってことかは足りてますね。もう51分だ。メール送らないと。ケンさん、なんだっけ、ハートキャンディーなんかな、これ。ありがとうございます。ナラブさん、クマありがとうございます。ノーアラームではないですよ、もちろん。アラームかけて、アラームかけて起きてます。52分ではないか。メールメール。トン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 。
食べ物メールは1日1通までにしとくか。あんまり食べ物のメールを送ってもね、みんなに飯テロしてしまうだけだから。食べ物のメールは一通で我慢してやろう。ツアーツアーツアー、みんながね情報に追いつけていないかもしれないから、日々のお弁当メール楽しみにしてます。弁当ね、余裕がある時は写真撮るんやけど、ついついもう食べるのが優先で忘れるよね。50代独身さんありがとうございます。ババさんありがとうございます。ツアー7日、言うてすぐだからね、2日間しか申し込みない。7周メールを読みながらみんなに伝えよう。7周年ツアーのスペサポ選考始まってます。3月7日、3月7日までなので忘れなく。兵庫県、香川、愛媛、兵庫県、香川県、愛媛県、すぐ終わっちゃうから、ちゃんともうそのタイミングでやっとかないと。気づいたら申し込み終わってたなんて余裕でありえますからね。でもう一通送るから、これは内容を口に読みません、口に出しません。竹まつるさんありがとうございます。愛媛広く公演ない、あそうなんや。いやそう、それもね全然知らんくて、どこに出る、どこに出るとか、そうどこに出演するとかしないとか
なんだっけ、昼公演とか夜公演とか、そう、そういうの何も知らなかったので、さっき発表されてみんなと一緒に知ったので、ちょっとなんとも、今言われてそうなんだってなっとる逆に。そう、今聞いて私もそうなのねってなっている所存でございます。ケンさんマシュマロありがとうございます。オッケーです、遅れました。モンブランさんありがとうございます。そうね、まだちょっと何をするのかとかもみんなと同様知らないので、どうでしょうって感じですね。いろいろね、他にもね控えていることがあるから、なかなか春はレッスンとリハ三昧の日々になりそうな予感がします。忙しの春になりそうですね。まあでもそれだけね、パフォーマンスの場がいっぱいあることはいいことですね。ライブをいっぱいできるのはアイドルの醍醐味。ライブ大好きですって、
そうですね、ライブ公演やってこそのアイドル、覚えることもいっぱいになりそうですが、カレー食べたい急にカレーが食べたいな。晩ご飯カレー食べたよって。おお、奇遇でございますね。奇遇でって、まあサラは食べてないけど、まあ、カレーといってもおしゃカレーなんていうんやろ、なんかなんだろうって感じ、なんだろうって感じですけど、なんか前サラが沖さんと行った広島のフィントってとこがあって、でもこの前ねそこ行こうとしたらなんか空いてなかったよね。フィンスタンドみたいな、沖さんと行ったあのカレー屋さんね、美味しかった。やっぱちょっと辛いなぐらいのカレーが好き、サラは。あの家庭的な甘い系のカレーよりもヒーって感じのやつが良いですね。スパイシーカレー、スパイシー、うん、スパイシーって言っても、なんて、あのサラサラ系のカレーじゃなくて、ってことはキーマキーマか。そう、ドロドロ、なんかそういう系、ドロドロ系。サラサラ系のやつより、いや、キーマが食べたいんかなってことは、ってことはキーマカレーが食べたいんかもしれん、もしかしたら。あれいつ行ったっけな、結構前。でもチーズ、まあカレーにチーズは必須ですね。生誕祭当たったから行くね、お待ちしてます。バターチキンカレーもいいし、キーマカレーもいいし、
これや。カレーいいですね。懐かしの無水カレーもありだな。岩もっちさん、ありがとうございます。お腹空いてきた。いや、こういう話をするとね、良くないですね。まあでもそんな時にはテトリス3分間やったら食欲減るらしいんで、ぜひぜひ。テトリス3分間やってみてください。YouTube の情報？違うよ、コメント欄の情報よ。餃子も食べたくなってた？餃子？ああ、そういうことか。ワンタンは誰と行ったんって。誰と行ったとかそういうのは私は教えません。私が自分から言った時以外は聞いてこないでください。あとメールの内容はそんな大げさにコメント欄で言わないでください。お話し会とかの2人の場だったら全然教えますが、基本的には誰とどこにどうやっていつ行ったかとかは言わないでください。そう、でもカレーはね、まあそうね、夜、うーん、まあ、今から食べるものではないね、さすがに。さすがにリッD とか量とかもう使うことないな。言い方面白い、二人の場嘘。まあ基本的にね、聞かれるの好きじゃないんですけど、二人の場でも二人の場でも聞かれるのあんま好きじゃないんですけどね。元横さん、ありがとうございます。秘密、そう、教えないって言ったらね、秘密ってよ。秘密だよ。誰と言ったかって、それは秘密だよ。
別に秘密にしてないけどね。そう、秘密って言ったらでも違うんよ。言い回し的にはまあ秘密って言った方が、まあ可愛く聞こえるけど、でも秘密にしたいわけではないよ。聞かれたら言いたくないだけで。そう、秘密にしたい、そんな、秘密にしているわけではないんですよ。あえて言ってないのに、あえて聞かれると、もう言いたくないだ、教えない。教えないよってなるだけで別に。秘密、隠しているわけではないんですけどね。秘密。マナ塾じゃないよ、これは。普通に。嫌なの、嫌なものは嫌。誰の恋愛行ったの？他のグループ誰行ってるの？そんな聞かれたら嫌でしょ？言いたい人もいるかもしれないけど。言いたい人は自分から言ってくるからね。秘密、秘密です、秘密。特にメールで言ったことはね、こんな不特定多数が見ている公の場で言わないでくださいよ。言わないでくださいよ。あとお店をね言ってない時は別になんか、そうカフェとか普通にまあ紹介っていうかね、まあみんなも行くかなと思うけど、ご飯屋さんとかは別にそんな全部が全部行ってご飯屋さんとかね、そういうのを全部が全部どこどこにあるどこどこに行ったよみたいなのはいちいち言わないので、まあ言ってない時は聞いてこないでください。言ってない時は秘密なので聞いてこないでください。黙秘権使います。別に秘密じゃないけど、ね、別に秘密ではないよ。別に全然秘密ではないけど、そんなもう全部私が行ったことどこどこと全部教えていってたら、うん、キリがないので、そう、純粋に美味しそうでね、行きたいと思ったから、あれどこのだったのみたいなのお話しかけで聞かれた時はそう全然教えてますけど。特にどこって言ってないご飯屋さんとかを毎度聞かれたりすると、どうしてそんなに聞いてくるのってだんだんなるんでね。聞いたら教えてくれるやん、それ最初のうちやね。そう、直接聞かれたら全然教えるけど、中話。そう、その別に教えたけんってさ、次の時行った時にそんなねえいる、その教えたからって言って自分のファンがいるなんてそんなことは思ってないですけど。そんなことは1ミリも思ってないですけど、多少ね
多少なりともわからないことがあった方がいいでしょ。いたら洗いますよって受ける。やめてちょうだい。やめてちょうだい。自分で払えるもん全部自分で払えるんだから。サラピがリピ、ん？サラピがリピートしてそうなとこはリピートしようと思う。はにゃ。はにゃ？私がリピートしてそうなところはしようと思う。一番ダメなパターンじゃん。一番やめてほしいパターンじゃん。私がリピートしなさそうなところに行こうと思うのはわかるけど、私がリピートしそうなところにリピートしようと思うだと。一番やめてくれって言うとることやでか。そんなこと言うんだったらもう教えないから。教えないからな。ゆうちゃんマシュマロありがとうございます。最近サラピの好きなパーツ見つけました。目です。店でサラピに会ったら気まずいって。喜べや。喜べや。気まずいだと？喜べ。何勝手に気まずくなってんだ。気まずいのはこっちや。怖いって心底思った人は口に出ないんだよ。弱いアピールしないで。なあラブさん、ラブレター。そうちゃんマシュマロありがとうございます。やっぱ最高だってありがとう。行った店にメンバーがいたら早く帰ってくれって願いまくるって。はや、そっちが帰れよ。そっちが帰れよ。こっちが先にいたんだとしたら、行った店にメンバーがいたんでしょ。入るなや。U ターンしろ。そっちが U ターンしろ。勝手に帰れとか願うな。自分が U ターンせいや。
月さん、かわいいギフトありがとうございます。うん、確かにそうやな。でしょ、そうでしょ。U ターンしてくれ。か、息を潜めて入店してください。もう息を潜めまくって。あら、気づいたらこんな時間。ランキング MY、 うん、さあ何時から、あれ9時半、9時か、あれ9時。ランキングそろそろ読みましょうかね。それではランキングを読ませていただきます。48位ともゆきさん、24位マックスさん、13位ピロシさん、12位竹まつるさん、11位おいでます元気さん、10位バーバブさん、9位タさん、8位岩もっちさん、7位もとよこさん、6位やじうまさん、5位ゆうちゃん、4位めっちゃきのこさん、3位赤色サンタさん、2位けんさん、1位ならぶさん、ありがとうございました。それでは、なんか気づいたらこんなに経っていましたが、ありがとうございました。インスタのリール、いいね、コメント必須でお願いします。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。